ブラックリミテッドを作りました。ブラックリミテッドレプリカですね。完全に再現しました。ステッカーとかもね、ちょっといろいろ見ていきましょうか。もう定番ですよね。バンパーザラザラ塗装です。はい、純正風ですね。今回ちょっと黒なんで、いつものザラザラを若干アレンジして半ツヤっぽくしてたんですよ。もともとブラックリミテッドって塗装されてないんですよね、バンパーがね。なんだけど、それをね、なんだろう、塗装されてないバンパーをちょっとツヤ出ししたみたいな、そんな雰囲気で塗装してみました。で、インパルスさんのリップスポイラーをつけて、前期チックな感じにしてますね。前期リップ、はい。そしてボネット、もうこれは定番ですね。インパルス製のカーボンボネット、クールベール UV カットのガラスですね。そしてルーフ、あれちょっと塗装されてなくない？塗装ここまで入ってここでぼかしちゃったよ。どうこれ、普通塗るじゃん、塗らない。今回は黒なんで、せっかくなんでこのカーボン目をね残してこう見せたいなという、そういうコンセプトで作ってみました。バイザーもですね、カーボン、これジェイ・ブラッドさんですね。でルーフはインパルスさんで、このまま来てください。リアゲートももちろんドライカーボン、ちょっと目が変わっちゃってるけどね、ここのドアモール、ここもカーボンね。でドアは鉄、鉄ドアは普通ですね。はい、はい、まあね、基本街乗りは鉄ドアの方がいいと思います。ブラックリミテッドなんで、このゴールドのラインがあるんですけど、これ作りました。テックアウトの方で、まあ、販売はしてないんですけど、こういうレストアした時とか、まあ、ブラックリミテッドを作った時に、まあ元々僕のブラックリミテッドの時に作ったシールなんですけどね、純正を忠実に再現して作ったんですね。これ貼るのが大変なんですよ。でこれゴールドなんで、まあこういうね、ステッカーにも全部ゴールドで仕上げてきました。ここはね、艶消しのマットブラックのステッカーでね作ってあげて、見てほら、バンパーもなんかほら程よい艶じゃない？いいですね。ね、うん、ブラックリミテッドなんでね、何でもねそういう風にねちょっと特別感を出してみたんですよ。ホイール、ここにワークさんのね、マイスター CR01、 かっこいいでしょ。ディスクはね今回ゴールドにして、でなおかつブロンズのリムアルマイト、これかっこいいね。これいいですね、渋いですね。ね、そしてエンブレムもね、ちゃんとゴールドのね、これのエンブレム、これはね海外製なんだよね。すごいよね、海外でこういうものを作られているっていうのが、ね、ありがたいですね、こういうのね。ありがたいよ、うん、ここどうでしょう、ハワイパー、これよくよく見るとウォッシャーノズルないですよね。ないよ、ないですね、ないよ。本当はこの辺にあるよね、ありましたよね。これところがこれここについてますね。そう、ワイパーブレードについてますね。ワイパーブレードに移植しましたね、裏側通って、うん、この感じで、ここからピュッピュッって水が出る。だからここをね通してあげてるの、こうやってね、外側、うん、ちょっとね開けてそれ見えちゃうけど、まあ そこをここ見てんっていう人いないからね。そうですね、うんうん、今回ベースがなかなか程度良かったんで、フェンダーとかは満金で行きました。うん、ただやっぱりね、程度いいって言ってもどうしても
ね、バラしたらフレームが少しちぎれてたね。その辺は直しましたね。今だとレストアパーツさんがね部品出してくれてるから。そうですね。これよく見たら、はい、テックアートの文字が見えるかな。入ってますね。入ってますよ。チタンフードロッド、ここにロゴ入ってますね。これプラスチック先端がちゃんとプラスチックになってて。そうなんですよ。ここね、いいですね、はい、このほら返しがついてるから。よくできてるな。返しついてる、はい、でちょっとのこれわざとねガタガタにしてんだけど少しねこの動くじゃん、はい、そこにこう柔軟に対応するような。あ、なるほど。きついと割れちゃうからさ。はい、エンジンルーム見てください。今回も全部バラして、まあ、この辺りちょっとフレーム一旦直しながら全て修正してビカビカに仕上げてみました。二液のサフェーサーでしっかり押さえて、でシーラーもしっかり入れ直して、で無駄こういい綺麗なところはわざわざ剥がさないね。そのダメなところだけ直していく、このやり方。何でもかんでも剥がして傷ついちゃうとね、そこからまた錆が始まるから、いいものはそのまま残しておくというやり方ですね。で今回はエンジンは16バルブの 4AG、スタンダードのオーバーホールなんですけど、まあ、いつものように単造ピストン使ってるんで、すごいね気持ちがいい。でなおかつ、ECU もノーマ純正ね、スロットルも全て純正。今回のオーナーさんが初めて E86 を乗るということで、まずはこのノーマルの 4AG を乗っていただいた方がいいんじゃないかというところで今回この仕様にしました。なのでラジエーターとかも2層式通常に2層式にして、カップリングファンもしっかりついている。ただやはり油温が高いのでオイルクーラーだけは先につけました。そしてその奥ついてますね。いますね、サードダンパー。もう定番サードダンパー定番になりました。ね、パワーステのアイドルプーリー ね、 ですね。やっぱこれね変えた方がいいよ。うん、全然音が静かになるよ。うん、エアコンリフレッシュ、まあ、この辺りもね、うん、新品が出るんで新品にしましょう。ちょっと一番辛かったのはこのオグジリアリエアバルブね、アイドルアップのエアバルブ、やっぱり壊れてて最初のこの元々のやつがもうないよなって言いながらテックの奥を探して3個ぐらい持ってきて、やっと1個だけ動いてた。それをつけた。だからうん、そういうの考えていくとやっぱりコンピューターを変えた方がいいのかもしれないよね。 ISCV で電子制御のバルブでアイドリングをしっかり制御してあげるの方がいいのかな。どうしても機械式でこうエアを吸わせたりするからアイドリングがちょっと安定しないよね。あとこの高圧いとねもうハンチング始まるよね。もうね真夏の昼は E86 走っちゃダメ、本当にオーバーヒートするか何やってもするよね。ボンネットダクトついてれば少し違うけど。そうですね、うん、ブラカ今年の夏は結構問い合わせ多くて、なんかエンジン調子悪いんですけどって、エアコンつけても効かないんですけどとか結構出まくる。だから諦めてくださいって言ってる僕にもどうにもできませんって、うん、エアコンはもう他の車でもあんま効かないですもんね。効かないね、うん、だからね、あのメーターがついてればね、水温計とかさついてる車だと分かるよね、うん、そうですね、危ねーってなるけど、今回みたいにこうノーマルで作ってるお客さんだと、あれなんかアイドリングがおかしいんだけどボロボロ言ってきてるってなってる時って、もう100度ぐらい100度超えてる時あるから。そうですね、本当に気をつけましょうね。どうですかこのシンプルなノーマルで。いいです。ちゃんとナビをつけてあげて ETC がついて、ステアリングがまたたまらない ね、 そうですね。これはなかなか今あんまり見ないやつですよ ね、 ね、これ昔流行ったよね。ありましたね、
いいっすね、調子いいっすね。もちろんオーバーホールしましたからね。でもさ、いいでしょ、いいっすね、滑らかでしょ、はい、まだね、これ慣らしがどんどん進んでって1万キロぐらいになってくるともうね、滑らかすぎるよ。だいたい当たりが出るのはね、そのくらいだよね。それはね、あえてね、ダンパーを中古使ったよ。新品だとさ、ドーンってきた。そうですね、行き過ぎちゃいますからね。テックね、中古を取っとくのね、あえて。 FRP のお客さんとか、ほら、いいでしょ。はい、ビカビカです。いいですね、後ろからなんかボードも新品だし、うん、新車ですね、うん、新車だよ、はい、でブッシュ類も全て新品にして、アーム類も見直して仕上がっております。はい、というわけで今回はこのブラックリミテッドレプリカの紹介でした。